一番かっこいいバット投げはハイサイズの中で誰？第1回ハイサイズバット投げ選手権。どうもワンちゃんです。4月になって、まあ、プロ野球も開幕し、プロ野球見たりしていると皆さん思うんですけど、今回はですね、ちょっとあるニッチなところを動画にしたいと思います。名付けてハイサイズバットフリップ総選挙。まあ簡単に言うとバット投げですね。まあヒット打った時とかホームラン打った時とかにバット投げると思うんですよね。タイプがあると思ってて、大抵の人は自然に出ると思うんですよね、バット投げって。ということで今回は過去のハイサイズの試合動画を誰が一番かっこいいかっていうのを、まあ、勝手に、選挙したいと思います。全員ではないんですけど、まあ何名か激戦させてもらって、バットフリップメインの動画を作りましたので、どれがかっこいいかまずは見てください。それではどうぞ。ちなみにハイサイズの着こなし選手権は去年ぐらいですかね、夏ぐらいにやってますので、ユニフォーム着こなし選挙もぜひ見てください。でなかなかね、同じユニフォームでも着こなしで雰囲気が変わるので、まあちょっと着こなしどうしようかなと思ってる人は参考になるかならないか分かりませんが、見てください。ハイサイズ。はい、それではやっていきましょう。一人目は夏くん。夏くんのホームランは高弾道なんですが、バットフリップは、おっとスローで見てみましょう。豪快なホームランを打つ夏くんですが、バットフリップはというと、どうだ、豪快に投げるのか、投げるのか、投げない、奥だけ。夏くんはそっと置くパターン。意外意外意外。はい、続いてキャップ。キャップはどうだ、これはスローで見てみましょう。はい、この後振り抜いた後、ちゃんと持ってる、投げない。さすが、さすが大学野球までやってる人、投げなくてバット半回転パターン、勢いで回ったって感じですね。はい、続いてワンちゃん。ワンちゃん初ホームランの時ですが、バット投げはというとスローで見てみましょう。はい、むちゃくちゃこねてる、こねてるけど、これポーン、掘り投げてる。これが掘り投げパターン。中学までの野球はこんな感じで投げちゃいます。はい、続いてヤジー。ヤジーも豪快なホームラン打ちますが、バット投げはというとスローで見てみましょう。おー、結構完璧ですな。この後です。豪快に投げるのか、投げるのか、打球見てる。お、一塁へ掘り投げパターン。でも結構意外と謙虚、体の割に結構謙虚なパターン。はい、続いてミスタートス。先日の試合ですね。はい、打ちました。これも完璧なんですが、打球を見ずに今回はバットのバットフリップを見ます。さあスローで見てみましょう。さあどうだ、ちょっと審判さんが邪魔で見えませんが、まあミスタートスもバット半回転パターン、派手には投げません。そしてガッツポーズ。はい、続いてタクミ。豪快なホームランを打つタクミンですが、今回は打球を見ずバットを見ます。バットフリップに注目。スローで見ていきます。はい、勝ち上げてからのバットはどうだ、バード、おーっと、くるくる回ってる。バットぐるぐるパターン。そしてバット投げうまい。でも、匠はこのイメージだな、個人的に。はい、続いて、植木。植木の打球を見ずに、バットフリップに注目。スローで見てみます。打球は、今回の動画はどうでもいいです。さあ、植木はどうだ、どうだ、打って、この後、この後が見たいんです。豪快に投げない、持ってる持ってる持ってる、まだ持ってるまだ持ってる。ネクストにぽいパターン。ネクストには優しい。
はい、最後はハイサイズで意外と一番やばいやつ、一世。一世は左バッター。おっと、これはかっこいいのか？スローで認めましょう。はい、打球なんてどうでもいいです。振り方もどうでもいい。スイングもどうでもいい。今回見るのはバット。こっから？おわ、綺麗。綺麗。なんかザ左打者パターン。めちゃくちゃ綺麗ですね。左バッターによくあるパターン。ワンチャンネル！はい。ということで、見ていただきました。まあ、どうですかね。まあ、結構こう、まあ、多分試合中やし、まあ、この動画出すとは言ってないんで、めちゃくちゃ自然なバットフリップやと思うんですよね。こう、ちょんって置く人もおれば、豪快に投げる人もおって、僕がああやって投げるのは、多分小学校の時に、まあ、我らが近鉄、中村のりひろ選手のモノマネをしてたから、多分あれがね、勝手に出ちゃう。もう、体に染みついちゃってる部分があるんですよね。バットの軌道とかもあるかもしれないですけど、まあ、よく練習しました。僕は。あの、プラスチックバットで。もう、どれが一番かっこいいかみたいな、小学校の時によくやったんで、それが多分もう、体に染みついてる感じがしますね。左バッター特有の投げ方もあれば、右バッター特有の投げ方もあったりとか、まあなんか個人的におもろいなと思います。で、まあ多分、皆さんも、あんまり意識せずにバットフリップ、まあヒット打った時とか、ホームラン打った時とかにやってると思うんですけど、まああなたはどのタイプっていうのもコメントに書いてほしいし、今のね、何名かの中で、まあ誰が一番かっこいいバットフリップをしてたかっていうのも、ぜひコメントによろしくお願いします。多分、ハイサイズメンバーは喜びます。むしゃくちゃ。ということで、今回は、ハイサイズバットフリップ総選挙ということで、今日は春バージョンなんで、また色々動画溜まったら、またやりたいと思います。この動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、他の動画もたくさんあるんで、よかったら見ていってください。では、今回の動画は以上です。おきに。サーキューワンチャンネル。